はい、どうも。やっぱりですね、今日は虹にご縁がありますね。虹にご縁があります。で、そうですね、ちょっと話してみたいのがですね、ちょっと間違ってたら本当これはカットになっちゃうんだけど、統一教会とこう自民党の憲法草案みたいなのはが、ほぼほぼ同じでそっくりみたいな話があって、その中でね、夫婦別姓反対みたいな話があったような気がするんですけど、なくても、まあ今回ちょっと虹が映ってるんでね、間違ったら間違ったで、間違ってごめんなさい動画をね載せようかなと思うんだけど、夫婦別姓反対で同じ名字にした方がいいよっていうお話があるとしてですよ、菅鶴子と、菅鶴子じゃないな、文鮮明と菅鶴子で、文と菅で名字違うじゃんみたいな、お前らはその競争的なあの辺の意見を批判するのかというところをですね、ちょっとだけ言ってみたいと思いました。教団の教祖のあの辺が夫婦別姓なのに夫婦別姓反対っておかしいだろうって、おかしくないですよねこれ。はい、そんな感じのことをお話ししてみました。はい、虹が綺麗です。以上です。